高床式倉庫高床式倉庫は、高床建築の倉庫のことである。高床倉庫とも表記される。平地住居や、縦穴式住居に、壁立式で掘立柱を用いるものがあるが、高床建築は、壁立式の側壁を用いない掘立柱建物の一種で、ある。住居としては、東南アジアで、とりわけ、雨季に出水する地域や、山岳の傾斜に用いられている。 それとは別に湿気対策やネズミなどの害を防ぎ、風通しを良くするために床が高く作られ、稲やトウモロコシ、小麦などを蓄える蔵として古くから世界各地で用いられた。日本では弥生時代に穀物を蓄えるための蔵として用いられたと考えられている。神社建築様式の一つである神明造りはこれから発展したとされる。現在でもアフリカ中央。 南アジア、東南アジアに同様のものが見られる。日本では縄文時代の遺構から出土例が見られ、山内丸山遺跡で縄文時代中期の祭典に用いられたと見られている高床建築の遺構が出土し、また桜町遺跡で縄文時代中期末の高床式建物の建築部材が出土している。弥生時代には穀物を蓄える倉庫として一般に普及したと、 考えられており、代表的な意向としては、弥生時代のトロ遺跡や弥生後期の吉野狩遺跡がある。銅鐸や道橋、土器に高床建築が描かれているが、倉庫としての建築であるかは不明である。なお、高床式倉庫は、奄美大島や八丈島、さらに北海道のアイヌ民族の間で近代まで建造されていた。 アマミ大島には国ずかであるが、現在も使われているものが、アマミ市などの民家に存在する。オレオ高床式倉庫のルーツは不明であるが、狩猟民族の移動式課題であったと考えられている。洞窟の壁画にも、プラットフォームと思われる構造物が見られる。ネズミ返しの有無は地域により異なる。英国、スペインでは2000年ほど前にはすでに存在していたことが、遺跡。 文献より確認されている。スペイン、カンタブリア山脈北側のガリシア州全域、アステリアス州中部から西部では、多くの高い床倉庫を見ることができる。その他の地域ではほぼ皆無である。ガリシアで現存するものは、石像、RC 作り、礎石作りがほとんどで、元はトウモロコシ倉庫であったが、現在では住居の物置として用いられている。 リバデオ川を境に様相が一変し、アストリアス州ではほぼ全て木造となる。ウガンダのケニア国境から首都カンパラに通じる幹線道路上に高い床倉庫の多い地域が見られた。見た目は世界各地で見られる高い床倉庫と全く同じであるが、ネズミ返しはない。地ではグランリーと呼ばれ、500年前から存在すると言われているが、詳細は不明である。また、 マダガスカル東部にも高床倉庫があるが、ウガンダのものとは違ってネズミ返しがある。ありがとうございます。